はいんこんにちは11月6日日曜日お昼12時10分を回りました南部アワのお時間お相手の玉城ミです。あのここ最近私あの、はい、披露宴の司会のお手伝いをしんちゃんもこうやってほら幸せカップルを、うん、披露宴の,おしあの司会でお手伝いさせていただく機会でほらもうちょっと 本当3か月4か月前だったらなかったけどそう、ね、ちょっと増えましたねでもいいことこの方々もさすごいなと思うのは、うん、3か月4か月前に決断しないとできないわけよそ,そ,その大変な時とかに、うん、それは良かったねっていう話とかまたあれだよね実はもう2回延期してやっとですとかっていうね、うん、この大変さがわ、ね、かるから余計感動する、うん、そう今さあのズームでつないでい披露宴を 見てっていうのが、はいはい、結構あるので、そうそう、あ,<ー>あとはあ<ー>まあご年配で。会場にちょっと足運べないので、うん、ズームで見ててって言って。 繋いででも本当にタイムラグもなく、うんうん、それがすごい、ね、すごごいいねなと思うよこれがさ世界のうちのアンチュ大会でもやっぱりなかなか今回はもう来れないけど、はい、この開会式をズームであそこは夜中2時とかだったりするけど、はい、でも見てる見れるっていうのがすごいね,ねここら辺はねだからさ私たちがじゃあ年取った時に、うん、もっと年重ねた時に、うん、一体こういうさ、うん、ほらコロナでさいろいろこういうズームとか。うん オンンラインで進んだじゃなない会議とかファッションも変わったもんな上は軽石売だけど下は短パンみたいな人な <laughs> 新しいファッションみたいなでこのままコンビニ行こうじゃいやまたまたとかでだからこう、うん、私たちがもっと年取った時にどうなってんだろうって、はい、そうね最先端すぎてなスマホはどうなってるかなだからなどうなってるかなもしかしたらボディに埋め込まれてるかなそれも,もう話もチップ埋め込んでる人もいるでしょ あのいい点と悪い点あると思うけど例えば行方不明者とかいなくなったりとか徘徊してておじいちゃんがいないとかうわっていう心配なくなるさあそこに「え松山で飲んでるよ」とかなるいやいやバレた!」みたいな「おば怒ってたよ!」みたいな笑い話も出こっちのシュナックのよう。 くのよしこがしくねえよみたいなものがもうたぶんじゃあさしんちゃんああ何が進歩しててほしい何が進歩しててほそうそう,そうこういうデジタル系以外でも何か、うんうん、俺睡眠が貯金できるとかっていうのだったら<ー>で暇な人っていなくなるんじゃないかなと思うああいいね暇な日を一生懸命忙しい日のために寝ることも仕事だわけさんあ<ー>か寝てても怒られなんわけ なんだんだだらだらしてほら来週から忙しいから今寝てるばよとかってまあそういうのはできる貯金ができたらいい貯金ができるって貯金ができる睡眠っていうシームもできる <laughs> <laughs> 私逆に<う>あれですこの短い時間だけでも、うん、こうすごいこう元気になれるように意味わかる？三<は>時間ぐらい寝てうもうチャージオッケーっていう風にうううなんか なんかカプセルに入って寝たらオッケーっていうのができたらいいな圧縮した空気とかするのがあるさねあれすごいよなあんな感じでしょそうそうそうそれでもいいそれでもいい3時間寝たらあと19時間働けるみたいなそうですね21時間働けるだって長時間寝れないのに今睡眠の貯金って言われてもできないのにいさ3時間やったら三時間掛け算できるはいああいいねだからそういうのがあったらいいなっそれから暇な人から睡眠買うわけえ、いやおらんかって 働いてる暇なきゃ寝ることが仕事これがでもあってこういうのがあったらねこれ夢のドラえもんとかまあねでもでもカプセル入るっていいなカプセルが家に一家に一台とかある時代にならんからいいなプロ野球選手みたいになプロ野球選手はお家にあるのプロ野球選手結構疲労回復が早くなるから俺前3,0004,000とか入ったことあるのに何の 3,0004,000? あカプセルに1時間とか料金が3,000円 濃いやつベッカムマシンとか言われたけど最初はへえ足を打ったベッカムが普通2か月かかるのを1か月で直したみたいなで「わサッカーやってないけどずっとオフサイドだけど昨日も選ばれんかったけどよ」「昨日じゃないよ」「おとといの前が森保ちゃんみんな言ったんですサッカー選手「わの名前呼ばんな」ってオドが言ってたけど「ゆきも呼ばれんかった」「ゆきさん」 やってないのに。ゆきサッカー好きよ。好きよ。うん、好きだけど、サッカーはやってない。好きなだけ。一緒一緒一緒。見るの好きだよ、ね。だね <laughs> <laughs> やってそうよねやってそうだっけちょっと二、ね、列目からの飛び出しとか言いそうだもんな,なんか、ね、<laughs> 分かんないけど分からん俺も分からんけど <laughs> <laughs> ごめん長すぎたはいじゃあ今週もお付き合いいただきましょう、はい、ナンバーはこの放送は沖縄ミルクヒストリー宮平乳業おつ、えー、食卓に彩りをお漬物の3円ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業ウコンにとことんしじみ八百個分でおなじみの沖縄製粉、はい、美味しくてヘルシー前里以上各社の提供でお送りします ナンバーはラジオキナがお送りしていますさあそれでは最初のコーナー給食係いきますがこのコーナーは皆さんから届いたこう例えば美味しい情報ですがどこどこの食堂のあのメニューが最高に美味しいよとかあっちのあのメニュー最高におすすめですよそうね折り切れ必死なんでもう11時にいかんとダメよとかそういう情報でもいいよねとかねはいぜひお待ちしておりますじゃあしんちゃん私からちょっと紹介しますゆたさるぐってないちゃん嫁さんが先週さしんちゃん前さと レシピがあったじゃないですかしんちゃんが焼きそば失敗してしまう件についてのほらほらケチャップとかのありるからそうですそうですあの回答ですね泣いちゃん嫁さんですはいどうも。ミイカさんしんちゃんさんスタッフの皆さん面白リスナーの皆さん毎週聞いていますよこんにちは泣いちゃん嫁ですどうも 久々にメールします先週の日曜日の放送でしんちゃんさんが焼きそば失敗するっってて言たよね失敗しごい俺はだから前も言ったけど俺は手軽にできるまずい料理っていうテーマでで怒られる料理失敗しない作り方です耐熱皿に麺を置き6 0 0トで10秒から20秒チンしてからフライパンに油をひいてチンした麺を炒めます うん、好きな野菜とソースを絡める前に料理酒小さじに。そう、私も言ったさ。そうだ。料理酒入れるといいよ。料理酒なんか入れた、泡盛とかダメなの。 ちょっと泡盛は泡盛のね香りがやっぱりね好きですけど私え料理酒小さじ2と顆粒だしをお湯で溶いたもの大さじ3を加え水分が飛ぶまで炒めてからソースと野菜を絡めると麺がだしを吸ってもっちもちした麺に仕上がりまして美味しいですよすでに美味しそう聞いてるだけはい、よかったら試してみてください 沖縄そばの麺の時は出汁の量を増やしてやってみてくださいねソースは薄口ソースよりとんカツソース派な私ではありますが島内茶ちゃだから味ーター大好きです焼きそば作る時のソースは薄口ソースとんこつえん豚カツ豚骨豚骨豚カツソースしんちゃんさんみーかさんどっちですかということで内茶嫁さんから頂きました 私ウスターソースとケチャップ混ぜてます私もウスターソース派です、うん、ケチャップはませんけどだから俺ケチャップ混ぜてしまうな変な色だからで <laughs> 変な色になるよ変な色<ん>になるよ <laughs> どんな色になるんだよウスターソースだったら焼きそばなのほらちょっとここ焦げ茶というかあんななるさ、うん、ケチャップ入れるとそれをなんか本ほんといや,いや海で焼いてきたか海で焼いて

これぐす、で、仕掛けまくってるわけさ。おお、そば食べる前に。ああうん。もう、多分、誰かが嘘ついたんかもしれんけど。はい、もう、四週ぐらいしてるわけ。アあきじゃびろ。で、辛いみたいな感じしてたけど。うん、でも、なんか、食べよったんだけど。うん、あれって、泡盛さ。おお、はいはい。飲酒ってなるのかな。<laughs> そうじゃないだからかけすぎだったからちょっとだったら絶対出ない0.25以下になると思うんだけどあれ4週ぐらいしてたからもしかしたら変な変な考えを気になってしまったかけすぎはちょっとやっぱ辛すぎるしねもしかしたらねでもさ熱加えるとアルコールって飛ぶんですよ料理酒とかはねああそっかそっかでみりんも本みりんとみりん風調味料ってあるさあるなそう本みりんは本物風にせもの風味だろ だからちゃんと書いてあるさ「未成年は買えません」って書いてあるそうなんだいえみりん風調味料は調味料料理によって加熱するものは本みりん手作り風アイスクリームって何俺全然笑ってない手作り風アイスクリームじゃないんだよなっていう話本物風にセボの風に言ったか カギ屋でカギ屋で叶えを甘くみたいな。手骨風ハンバーグとか。<laughs> 手骨風ハンバーグ。ちょっと待ってよ。手骨風風ってね。手骨ハンバーグって美味しいけど、ね。手でねなんか,から分からんけどね。うん、手骨風。風。<laughs> 本物風偽物みたいなも鍵屋で風叶えを甘く。あ違うか。し<あ> <laughs> し。し <laughs> 言わんでよしし。し <laughs> あおよっ <laughs> まだ続くそうそうこの間独演会どうでしたしゃもう,もう超あおえて <laughs> でも笑い取ってやつたぜ <laughs> 世界のうちのやつも気になったか変なだったやつさでも何か <laughs> 俺がいる場ではなかったな <laughs> 楽屋も一人2人のところに一人でずっとあとも電気消して寝た <laughs> <laughs> 誰もで先生、先生って言われるから俺、俺 <laughs> なんでよって言、ね、先,先生、<laughs> <laughs> 先生、先生、いっぱいいろんな先生がいるらっしゃるから, <laughs> 先生いら、何先生、おはようござ、まはいます、何先生、おはようござ、まはいますって言って、俺のところに来て、はい、やつは先生、おはようございます、あっ、て言って、<laughs> う先生じゃないし <laughs> 先,週先生にしようかなと思って、<laughs> 先,生<ー>先生、私は先生ではありません <laughs> <laughs> っていう先生。<laughs>

さて本日紹介するのはすでに出ていたらすいません糸満の沖縄そばの店心屋です、うん、え住宅地の中の古民家を利用した店舗で四人掛けのテーブルが三つだけの小さなお店です三、うんえー、枚肉多めの肉肉そばにアーサーをトッピングしました繊細な鰹出汁のスープと生麺がマッチしていてとても上品で美しい味でした ただお値段はトッピング込みで1300円前後と少しお高め地元の人は来るんだろうかなと思いながらお会計しましたえー土,日えー、土日月日昼間のみの営業です伊都満市前平の149円ですということですうん<あ>すごいなんかね佇まい雰囲気いいですよねあ僕なんか行ったことあるかなあれ。綺麗<あ>ですね綺麗なお蕎麦ですんなんか まえー、前平だったっけ、はい、重症的にメデラメデラっていうのが、うん、渋いところうん、うん、あそこの中とかに、ね、ヒージャー屋もあったよ昔はあな今ないんですよなくなってんななんか、うん そばって書いてあって中に入っていったところ僕も入ったことあるで<ー>そこですかね。ここらへって名前じゃなかったんだ、ね、私もここ知らなかったんですよ。安前平にこういうお店あるんだなと思って。うそうちょっとひいじゃやの話ですけど、はい、前平のひいじゃやは食べるとこの隣がもうヤギがデージいっぱい外に。うん、あ聞こえるわけ？ひじゃやもヤギ小屋が隣に。ヤギ小屋の隣にひいじゃやだったわけ。<laughs> 超産地直送だな。なんかな。<laughs> <laughs> でも前も俺も言ったけどそれこそ桑ワガさんが鳴き声に食欲をそそられますみたいな感じで <laughs> いやいやいや終わ <laughs> った親戚が今みんな感じで <laughs> いや今だからお店閉まっちゃったんですよねそうなんだ、うん、みんなこのコロナ禍かな、うん、カつだけで俺はいつも言うけどあのいやヒージャー汁食べながらヒージャー折らせ見てたおばあが一番強いなと思っ <laughs> 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 はい、じゃ、あ続いてこちら、トマブンさんです。しんちゃん、みかさん、こんにちは。ど<も>県内一の南部アワー上宮、なんかアファーでおなじみのトマブンです。はい、いつもあなたのそばに、素晴らしい日々ですが、すば、百十一杯目は名護市にある宮里そばです。発っ調べたら、なんと七年ぶりでした。すば、十三杯目では、ソーそばだったので、今回食券で選んだのは、三枚肉そば、七百円にしました。柔らかく煮込んだ三枚肉が三つ、昆布が二つ、ネギ少々、鰹だしが優しい。 く胃に染み込む感じがうんたまらない麺ももちもちしててスープに合う最高今回も100円のトーストを食べたけどやっぱり美味しかったな14時前だったけど店内は満席で少しだけ待ちました本当に最高ごちそうさまです行ける時にはまた絶対に行きますね宮里そば営業時間は朝10時から夕方5時以前20時から短縮されてました5時までです、えー、定休日は7年前は水曜日だったけど日曜日に変わってましただから注意ですよ、えー、今日はだから今し しまってますやっぱり宮里そば好きということで、はい、結び昆布が2つ入っておりまして三枚肉もあおいしそうですねこかなん当俺も時々急に食べたくなるのあのたまいとかさ宮里そばのテーブルクロスがまたすぐ宮里そばって分かるよね なんかスパゲティとかもデジテル出したくなるんだよななんか横で食べてるわかるわでも私もまだ食べたことないんですよないわけよやっぱそば食べに行くからスパゲティまで注文してはっていうことトーストは多分スパゲティとセットのトーストよねそうそういうことですよだけどそばとトーストっていうのはないけどみんな結構食べてるよねだからミルさーなうわってすごいなあの文化というかね面白いね昆布とかもいいんだよなんかな食べたくなるさんもこんなの見るかはいはいみよ えー、シャバドゥンの知る,そ知る人ぞ知るもの第41回目は何度か紹介している那覇市のお店たけちゃん食堂の中身汁定食を紹介したいと思いますたけちゃん食堂たけちゃん食堂だね、はい、ええー、那覇西高校のところでね今回の中身汁定食中身汁のほかに、えー、渋いのあんがかかったのと、うん、大根の浅漬けコロッケライス生姜がついて値段800円でした美味しかったですごちそうさまでしたさて場所は那覇のちょい左側です那覇西高校の近く ショップロク駅前店から名西高校に向かうと右側にファミリーマートが見えてきます、うん、そのファミリーマートのある交差点を左に左折してえ金薄く中金薄く中の2に 向けてゆっくり歩かせてすぐ左の数字に左すしてください、はい、ちょっと歩かせるとすぐ左側になりますなんかねちっちゃいね看板が出てますよ、うん、このいろいろこう路地に入っていくところ、ね、そう路地ね通り過ぎないようにね皆さんああ一回行ってみたいないいなーよく YouTube とかで見たりするんですけど美、ね、味しそう、うん、夢ですね竹ちゃんさんはい、はい えー、じゃあ続いて、タニスグル、ウょピョンピョンさんいただきました。メッセージ紹介しましょう。はい、はいさい、しんちゃん、はい、さいみか、ミーカはい、さい、ラジオ地長、チチミシェール、リスナーのウーマン、チュー、チャーガン、ジュですか、はい、琉球王国の広大さを体で知っているタニスグル、ウょピョンピョンです。えー、今日あ、ごめんなさい。今月17日、そばの日でしたね。あ、ごめんなさい。これね、10月末に届いてたものなので、うん、はい、ちょっとね、1週間遅れとなりましたが、メッセージ紹介します。 はい、10月17日そばの日だったので今日は本部町戸口港にある日本そばとユンタクが美味しいシエスタさんをご紹介します、うん、そばの日はそばの日でもこれ沖縄そばの日なんですけどまあいいかそうなんですよ、はいはい 当初は別の何かを求めて自転車でさまよっていたウーぴょんぴょんですが何気にとまったのがシエスタさんの店先何気に見ると日本そばの店しかもかけそばが450円天ぷらセットで700円入らないわけにはいかないあるよしばらくして出てきたセットにはい感動 見てください。ゴーヤー、ウリズン、オクラ、ナス、ちくわに大葉を混ぜたものとエビが別添え、カラッと上がった衣には軽く塩味がついているので、そのままで十分に素材の味が味わえますよ。温かいお出汁のそばが、ああこれまた美味しい。本当ならこの天ぷらをつまみに日本酒が欲しくなったけど、アルコールは出していないとのこと。自家製麺は内地から取り寄せた二八そばで、水曜日定休の11時半から売り切れまでの営業。 15時以降は電話確認してほしいとおっしゃってましたたまにお孫さんの運動会に出かけて臨時休業になるけど普段使いでいただく日本そばとしてはもうかなり美味しいしそれと同じぐらいに美味しいのがこのご店主さんのお姉さんとのユンタクですすごく幸せな気分になりながら名護に向かってアゲンストの風にしっかりとペダルを踏み込むうーょんぴょんでした場所は元部町営市場から港に向かって左へ5分ですよということで谷嗣ぐるうーぴょんぴょんさんです二八そば

なん何て言うんですか。あおそのクシケイファ。クシケイファ。豆の天ぷらうまいんだな。美味しいね。なんかね。あれ昔さリスナーさんが天ぷら屋さんやってたでしょ。イトマンのあのオタからちょっと役所向けに言った時。あのゴーヤーとなんかポークの天ぷらね。美味しかったな。最高でし最近やっぱ増えてきたね。ああいうアイデアでね。はい。エコさんから来てますね。 えー、こんにちはしんちゃんミカ私のおすすめは JA すいまわり横の花粉食堂です、ね、有名ですね、はい、食事も安くて美味しいですが私はミルクぜんざいが好きですふわふわの氷に練乳をかけてぜんざいが出てきて絶妙な美味しさです、えー、ぜんざい好きな私にはたまりません食事後は必ず頼みます満足しますよ400円で安いですよということで以前もねえコ、ー、さんから紹介してもらってもこっちも気に入ってるんでしょうねすごいね、うん、ぶり回し富士山うわーうわー 富士山だねええ安いかなこれ安いかもとっても素晴らしいね食べたくなやっぱ女性別腹っていうの分かるような気がしますけ私も好きなんですけどこのぜんざい系かき氷系好きなのは久高ああせいやねせいやは本当にかき氷食べ歩いてますあ本当じゃせいやにも教えよう意外とね食堂のって言ったら食堂って言ったらご飯食べにだからその後のもっていうのがねはい いい多分すごい格好ですよ。しょうね、はい。はい、えー、じゃ続いてこちら行きます。P.M.、はい、迷ったらカツ丼さんです。はい、えー、今回ご紹介したいのがイバルマ石垣市イバルマにある荒かき食堂さんです。これ新垣食堂かな荒かきかな。 石垣市の茨摩にある荒垣食堂さんですここ牛そばが有名ですが個人的におすすめなのがビーフカレーえ普通のカレーって言えば普通のカレーなんだけどその普通が格別に美味しいんですよ荒垣食堂さんのカレーは手作りのカレーなので業務用なんかとはまた違ってね自宅の美味しいカレーっていうのお肉とかじゃがいも人参形が残ってるけど玉ねぎは溶けちゃってるから玉ねぎ嫌いには超おすすめですよ マンゴーの季節終わっちゃってたけどなんで届かないそうこうしてるうちに <laughs> はいもうシク飼育朝の季節ってよお二人からシク飼育朝が送ってこないとカツ丼も食べられなくなっちゃうから早く早く早く送ってちょうだい今日も迷ったらカツ丼をチョイスしましょうねということで迷ったらカツ丼さんいただきましたありがとうございます迷ったらカツ丼さんは石垣のお住まいなんですか <laughs>、ね、石垣の方が 美味しいいと思いますよ近くで買った方が絶対ね <laughs> 送料とか俺たちが石垣県産のやつここからまた送料で送ったらもう「<laughs> リッキぬ」<laughs> 一回こっちね <laughs> 石垣から買って <laughs>。<laughs> <laughs> は <laughs> あ,あ,あと一個だけいきましょうかね大丈夫ですか、はい、ファインディングベリモさんです、ね、ありがとうございますチャイブラさしん、シンちゃんみーかねクリスマスの泉姉ちゃん設置に、はいえー、忙しい皆さんもお疲れちゃん野菜スバジョークの格外のワンラよそ <laughs>、うん、し,てしてこの前、えー、道まつがえて初めて通った道沿いにスバの上りを見てシグニュー店、うん、店内は五人座れるカウンター四人用テーブル四人くらい の座敷わらしが2つ窓から見える小学校のプールに食欲をそそられながら注文したのはうん、うん、やはり野菜すば700円かっこ代もある、えー、がっつりではなくシンプルな野菜すばかなと思いつついただくと優しいカツオだし、うん、シャキシャキ野菜に三枚肉麺は細麺で食べやすかった他にも定食あったり夜は居酒屋してるみたい見らればすば骨汁も気になるからまた行こうやすさ場所は沖縄市のコザボールを少し下り西予市の信号右に曲がって2 0 0ーぐらいかな向かいにいっぱいして

いいですね。はい。行きたいなと思ってた食事。はい。はい、ということで皆さんからたくさんねおい、うん、しい話題紹介しましたが、実はね毎週毎週、うん、紹介しきれないぐらいたくさん届いてて。そごめんね。でも皆さん本当いろんなお店ご存知ですよね。ねすごいです。またあの今日のお昼とかのね、またあの美しいの食べに行こうかなって迷った時の参考にぜひしてみてください。うんはい、来週来週以降もおいしい話題お待ちしていますよ。以上給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。 沖縄製粉プレゼンツ、前頭アイの窓。沖縄の伝統的風習モアイは、地域、友達、職場と、様々な仲間との親睦を深める場として親しまれています。前モアイの窓では、そんな皆さんのモアイ風景を紹介してまいりますよ。はい、今週はね、しんちゃん、名護島ーさんいただきました。はい、ありがとうございます。しんちゃん、ミイカ、お疲れ様です。<も>名護島ーです。はい 私がさ、30年続けているもあい、愉快な仲間っていう萌えがあるんだけど。うんうは、ん <laughs> ね、なんか NHK の番組みたいですね。<laughs> 今週もやってきました、愉快な仲間。<laughs> <laughs> ちょっと待って、予約する時の名前は。愉快な仲間でしょ。ね、もしもし、愉快な仲間でって。ああ,あ,あはい。で,でそこで喧嘩始まったらすごいけど。<laughs> 何前回取ったでしょあんた。何またな,なん何とか。<laughs> 愉快な仲間で。愉快だね。<laughs> <laughs> っていう話があったらよみたいな。店員を騙すっていうな。愉快な仲間喧嘩できないな。いい愉快な仲間っていうのがあるんだけど、前回は。二十一口。一度に一人取るのでも、う最後までドキドキですよ。あ、二十一分の一か。うん?。二十一口だから。すごいね。一万円として二十一万、二十万か。大変だ。二人分けたらいいのに。 あるよねね、うちら2人分けるよ、ね、てしよ、ね、だから半年でもありますコロナがあるからねもうドキドキでしたみんな元気で滞りなく終わって今月からまた再スタートなんだけど、うん、なんと今回249時になったおきさ、うん、それで一度に2人取ることも考えたけど、うん、やはり取る時に多い方が助かるって入ってる人のが多いわけさ私も最後まで元気かどうか不安だなーって思いつつ 2>, <laughs> 2年後だもんな。 <laughs> 2年後だもんな <laughs> これ「笑い」って書いてますけど2年後でしょだから今年オリンピック来るさ 2>、うん、で2年後に取るさ、うん、そ,その次に取れるの次のオリンピックっていうことで,す、ね、そ,うですそうですよマシャビそれで考えたけど1つは16か月1つは短くて8口を2回巡って同時に2組が終わることに長くなったけどお願いがあるんですこの2チームに名前つけてほしいんです、うん、今は A 組 B 組にしてるけど面白い名前お願いします、うん、ということであじゃあ「愉快な仲間」というモアイの中で A 組 A 組と B 組に分かれてるんでねもっと愉快な仲間と不愉快な仲間でいなんでよ今日の気分でどうさ聞いてって愚痴痛い人は不愉快な仲間じゃあモアイ撮る時にまたおかしくなるあんただってあっち A で撮ったさじゃじゃんけんして不愉快に一回して負けたからいやあんこの一年間不愉快だよっていうこと不愉快な仲間愉快と不愉快な仲間どうするかな晴れ時々雨見てるんじゃな ああ晴れ時々雨雨ということです七対五でいいんじゃないなごでななごではい七七回愉快な仲間たち七対五七人と五人って間違いそうですけどそうだなまたな面白いなでも愉快とふふ愉快が面白いどうもふ愉快今回不愉快で注文して不愉快で予約してもらえるあどうも不愉快な仲間の皆さんこちらのお席とってますでみんな仲がいいっていう 面白いな。あまあ、ぜひね、<ー>つけるかつけないかは、うん、皆さんでぜひごめんなさい。ごつけないと思います。絶対使える。<laughs> さあ、今日採用されましたな、うん、ご島田さんには、沖縄製粉から。 ウコうにとことんしじみ800個分10本入りをプレゼントしますので、楽しみにお待ちください。はい、どうも。えー、このコーナー、皆さんのアえの話をお待ちしています。まあ、こんなメンバーで結成されてますよとか、結成して何年ですよモアえの面白話などなど送ってください。宛先は南、ok n、南部アットマーク R 沖縄 .co.jp、nanbu 南部アットマーク R 沖縄 .co.jp までです。以上、沖縄製粉プレゼンツ、全頭アえの窓 のコーナーでした。さあ、それでは、ここで一曲お届けしましょう。今日は大江千里さんです。うわ、優し,しいこの歌。こわるいふられ方。二度と君に会わない,みたいな。<laughs> どうぞ。どうぞ。 沖縄セルラープレゼンツ発射機種このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします。はい、さあ、機種変更の話題の他にも <laughs> SNS の話題、AU ペイなどの電子決済、<laughs> AU 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを便利に使ってますよ、などなど皆さんからのメッセージ募集しております。はいマッチョビンドえ。今週はですよ。迷ったらカツンさんです。あ、もう<お>今日は。すごいですね。もう迷ってないですね。迷いがない。迷いがないですよ。気持ちいいですよ。<laughs> マンゴーがいつも食べたいとかい送ってくれっていうね,ね迷ったらカズ丼さんですねパッテリーパワーパッテリーパワーなんか今一気にな <laughs> いいかありがとうな <laughs> このよ五十近いお姉さん頑張ってるのなんかしみじみしみじみ800個分パッテリーパワーを長く維持するのに <laughs> そ,そこら辺に転がってるお二人さんは何か気をつけてることってありますか、うん、そこら辺に私たちも…また転がってないよ <laughs> ないよ <laughs> なかなかないよ俺たちなあ県指定無用文化財だから <laughs> 無用文化財あってもいいしなくてもいい,い <laughs> でも生きててね 長く維持するのに気をつけてることってありますか？でき,できるだけ寝たいな。ええー、私迷ったら活動は何もしてません。マジオケ投げ捨てや。何もしてませんが、ああええー、そこら辺に転がってる奴から聞いた話だと、うん、ブルート t o o t h b l u e やって書いてる。<laughs> いいね。ブルートースいいねいいね。Bluetooth、ね、<あ>や、GPS をオフにすると電池が長持ちするって聞いたんだけど、そんなことってあるの？けど、GPS をオフにしたらマンゴーを送ってもらってもこっちでキャッチ。<laughs> <laughs> こっ<ち>で箱箱送るよ箱キャッチできないかもしれないから迷ったら勝つの迷ヨ勝つは絶えずオンにしてるって、うん、もしもこっちが旅行中にマンゴーが届いたりしたら10年前の玉城さんのように岩井さんから送ってもらった大切なものを不在状態で送り返す形になってしまったら迷惑かけてしまうさね、うん。<laughs> よく覚えてるそうなんだあそういうのがあったわけね岩井君から来たわけね、えー、はい今日は梨をいただきました来週マンゴーが食べたいですということで迷ったらかズ丼さんいただきましたじゃあ岩井君から送らせますんで「ドキュンライブ」って言アから「あはねちゃん15歳か」<laughs> ブンブンドキュンライブンブンドキュンライブン」「あはねあえちゃん15歳か」<laughs>

まあ、マンゴー送るって言うのよの。マンゴー送るって言わないよ。<laughs> あのほら画面をオフにする機能ってあるさ。ああ、わからない。俺は。あのー、これはバッテリーを長持ちするための機能の一つですよね。うん、画面ってそのまま。 これオフなんだっけ何分で消えるかって設定しないとずっとつけっああそっかじゃあ放電中なんでねだから私この間 YouTube の生配信した時に初めてスマホで生配信したんですよいつもねパソコンでやるんだけどだからこのスマホでやった時に画面が途中で切れないように切るのをオフにしたんですよそれから戻すの忘れててカバンの中でずっと画面がつけっぱなしでやたらとバッテリーが減る なって思ってたらこれが機能がオフになってたまんまだったのを一昨日やっと気づいて気づいてじゃもう放電放電ずっとだからずっとバッテリー消耗してる状態だったんですよあこれこんなの細かいのちゃんとチェックしないとなと思っても起動してるすぐ切るようにしてるすぐ一分で切れるようにしてる今もそれでは玉城美佳で放電温度放電でエビル放電でビるシックリク電気シックリク電気いやささいささ ず <laughs> っと放電 <laughs>。緑 <laughs> なーい <laughs>。<laughs> もういいですか <laughs>。大量つけて放電 <laughs>。意味が奥 <laughs>。ああでもあ<ー> GPS とかどうなのこれ本当？あそうらしい。<も>そうなんだ。いやだな。でもき。 意外と俺がだから無駄に使ってるものとかあるあると思うずっと起動してたりとかなあのカメラとかずっとそのままなってたりとかねそう気をつけないといけないね嘘にいかさんとこないですか足はこれでないなくこれはもう見てる人しか今もうラジオじゃ言えないけど宇宙の年。 ぜひ YouTube を見てくださいね。俳句支援ロックンロールで検索して私たちがどんな動きをしているかぜひ見てください。さあえっとああのよなマンゴーは送れんけどね愛は送ってるからそうですね思い出とかねはい思い出と切なとえっ心乗車と心乗車と部屋とワイシャツと私と 右と左と真ん中。送ってますから。はい、もう G. P. S. がなくてもね、届くと思いますので、大丈夫です。よろしくです。こんなんの話しかも。さあ、このコーナーは皆さんの携帯事情いろいろ教えてください。まあ、この部分にこだわって機種変更しました。でもいいし、おすすめのアプリとかでもいいし。S. N. S. の話、A. U. P. など電子決済などなどお待ちしています。はい、なおスタジオの様子は YouTube でも見れますので、ぜひ機種変ロックンロールで検索をし。 せいや君がちゃんと撮ってくれてますんで、ね <laughs> はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は聖夜の笑笑いいいいい声も目いっぱい入っっ入てるると思いますす <laughs> よかったです、はい YouTube、ぜひちょっと聖夜笑すぎやられるよな 聞きようによってはいえらしい以上「沖縄セルラープレゼンツ」発射機事「ロックンロール」このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしましたああ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  이완희 쌍. 이완희 쌍. 岩井くんこの間そのアクターズのライブの時に帰ってきてて私会えなかったんですけど会えなかったそうなんですよそのおさにそうなんですよね会うべきですよそれではじゃちょっとお知らせからいきましょうねラジオ沖縄からのお知らせになります日本が世界に誇るレジェンドジャズトランペッター日野照正とアジアの歌姫ケイコリーこの二人のグループ日野照正クインテッドとケイコリーグループの沖縄

十一月十日、いよいよです。日の野照真サクインテットとケイコリーグループ、沖縄公演のお知らせでした。もうチケット残りわずかということなんで、ね。そうです。お早めにお願いします。はい、日の野照真さんもなかなか来る機会もね、そうそう、忙しい方です。からないはずですんで、はい、よろしくお願いします、ね。願いします。じゃしんちゃんどうぞ。はい、あとうちの劇団のですね、あの、うん、玉屋ひなみがですね、えー、出演しますけれども。コーヒーが冷めないうちにという舞台がありまして。はい。十一月の八日、九日。 か、10日、11日ということで、各1ステージずつで、えー、全,で4全4ステージになるんですけれども、えー、こちらの方もね、えー、今、ただいまチケット発売中であります。ガレッジセールの川田さんと、うんえー、小説家、脚本家、演出家の川口俊和さんと組んでね、たくさんの役者さんが出ますけども、はい、沖縄からは、えー、うちの劇団からは玉井ひなみちゃんが出ます。今頑張ってますんでね、演劇で沖縄を盛り上げたいということでありますんで、んぜひこちらもホームページあの、うちの劇団のホームページにも詳細載ってますので、えー、どうぞよろしくお願いします。はい 私、かかららのお知せででいいす私今度ね、11月20日日曜日、読谷のウムフェス 2022in 読谷の方で、ちょっと司会で行くんですけれども、芋好きの、芋好きによる芋好きのための芋の祭典で、ウムフェス2022なんですが、いろいろと芋談義って言ってさ、芋博士といろいろ昔の芋と今の芋の話だったり、芋ってさ、ちょっとこう、なんだろう、こうね。 品種がちょっとなくなってしまったりとかで新しく再生させたりとか、そういうのもまあこれからの未来のお話だったり、あのゲーム大会だったりとかするし。あとお芋の美味しいね。あのブースもあります。焼き芋、ハンターガードって知ってます。しんちゃん知らないです。もうここをいろんなお芋を音なんだろう。あの美味しい焼き芋、これ作ってらっしゃるんですけど、これをね食べることができたり。あと今井パン。 今、はい、はい、イマイパン焼き芋を使ったパンとかね、うん、あと一坪芋これ大きな壺でじっくりと焼き上げた芋、うん、これがとっても甘いんですよこういった販売があったりとかするので11月20日日曜日場所が読谷村の地域振興センター1階のふれあいホールになっていますので是非10時から夕方4時まで。 皆さん遊びに来てください。面白い試みですね。はい。絵本のね、読み聞かせとかもありますので、お待ちしてます。もう一ついいですか時間大丈夫ですかえ、前もお願いしましたけど、佐敷小学校が創立140周年で、佐敷幼稚園が創立50周年っていうのはいうことで、佐敷木幼稚園っていうのはもう来年からもうなくなるんですね。認定子ども園に変わるんで、記念誌を作ろうということで、あの、クラウドファンディングを今、お願いしておりますんで、もし協力できる方いましたら、佐敷小学校のホームページを。 ご覧いただければありがたいですねご協力いただける方よろしくお願いしますはい、じゃあ続いてメッセージいきましょう、はい、ヘクトインティライメ大城さんです<っ>今回とある無人販売店の広告がやたら気になったので投稿します、うん、一番気になったのはバンシローガ <laughs> ばですがバンシルーのことかなバン,バンシローっていう、うん、発音的にそのままだったんだろうな、ね、よくよく見てみたらナーベラーが気になってしょうがないのは僕だけでしょうか<ー>ということでナーベラ,ーーベラーじゃなくてナーベラー あそういううういい発音しちゃうんでしょうねありがとうございますあいあの無人売店に手書きのこれ、ねうん、チラシごなんかの後ろが紙ごは貼ってるんですけれども、うんはい、味があっていいですね。じゃあ続いてもう一個いきましょう、はい、ティンガーラさんです、えー、国道3 3十号線下り朝の裏バス停の会社の門にシーサーがあり、うん、着せ替えシーサーと以前紹介しましたがということで、これね、以前、<laughs> <い>バルーンでも紹介したんですよ。 今回、写真を撮りました、見てくださいということで、わすごい、わさのシーサー、わははの葉って書いてくれてるんですよね、嬉しいです、季節によってまたね、記者会してくださいね、クリスマスになったり甲子園出場の時の、興南高校のユニフォーム着たりとか、これ、皆さん、スタッフさんが手作りなんですよ、いいな、こういう会社。だから、クリスマスが近づいてくると、今度はサンタさんの格好になったりとか、またね、こうやって運転してるドライバーの皆さんの目を楽しませてくれます、地域の皆さんも楽しみにしてますからね。 はいぜひ、これちょっと通るときに見てみてください。よろししお願いします以上刑事係のコーナーナでした南部アワー、この放送は沖縄ミルクヒストリー宮平乳業食卓に彩りをお漬物の菜園ホリデー車券スーパーのるだけセットの二郎工業ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉。 美味しくてヘルシー前里以上各社の提供でお送りいたしました、はい、え今日も採用された方の中から抽選で、えー、春戦一歩のペアランチ券のプレゼントがありますよこちらは発送を持って発表に返させていただきます、はい、ぜひ届いたらね旅に行って感想なんかも番組宛にお寄せくださいそうですね一歩さんは水曜日定休日なんでね、うん、ご了承くださいお待ちしています南部アワお相手は玉城ミーカーと、はい、しんちゃん津はー一でしたまた来週ねバイバイ ラジオ沖縄オリジナルポッドキャストお船のフリーランスレディーオー女性の自由で楽しく新しい働き方を実践するお船によるトーク番組です子育てしながらお仕事しながら聞いてくださいポッドキャストで OFNE で検索